明けましておめでとうございます。この時間は子育てや学びがもっと楽しくなる町射水と題しまして、新春対談をお送りします。射水市はこれまで子育てするなら射水市でを合言葉に、県内の自治体に先駆け中学3年生までの医療費の無料化や第3子の保育料の無料化を行うなど、県内のトップランナーとして子育て支援の充実に取り組んできました。今後は子育てや学びがもっと楽しくなる街を実現するためにどうすればよいのか、4人の出演者の皆様に熱く語っていただこうと思います。さあ、今回の対談は去年オープンしたばかりの射水市子ども子育て総合支援センター、通称キッズポート射水からお届けしてまいります。では早速本日の4人の出演者の皆様をご紹介していきます。まずは富山福祉短期大学幼児教育学科助教、藤井典子さんです。おめでとうございます。続いて子育て応援マガジンハッピーママ富山版の前編集長で、現在も編集者ライターとして幅広く活動していらっしゃいます、林原理香さんです。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。続きまして射水市 PTA 連絡協議会の会長、越後義和さんです。明けましておめでとうございます。そして去年11月の射水市長選挙で参戦を果たし、新たな任期のスタートを切ったばかりの夏野元志射水市長です。はい、おめでとうございます。今日はこの4人の皆様に射水市の子育て教育環境の魅力を、ご自身の子育てエピソードを交えながらお話を伺ってまいります。さあ、では改めまして夏野市長、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。3期目の市政の舵取りを託されまして、新たな気持ちでスタートした新年だと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、大変すがすがしい爽やかな気持ちでこの新しい年迎えさせていただきました。今お話ありましたけれども、昨年の11月に市長として3期目の新たな任期をスタートさせていただいております。やはりこの市政を担っていくというその責任の重さ、胸にしっかり刻みながらですね、そういった負託にしっかりと応えていきたいという決意を新たにさせていただいています。そのためにもさまざまな取り組み施策着実に進めさせていただきながら、本当に市民の皆さんに住んでよかったと感じていただける、選ばれる街、快適安心居住都市射水の実現にまた頑張っていきたいというふうに思っております。はい、では早速ですが、自己紹介も兼ねまして皆さんの子育てや教育への関わり方をお伺いしていきます。現在どのようなお仕事や活動をされていらっしゃるのでしょうか。まずは藤井さんからお願いいたします。はい、私は今は富山福祉短期大学の幼児教育学科で、保育士とか幼稚園教諭を目指す学生の、指導に携わっています。それから専門としては自然保育って言って、自然の中で、子どもたちがどのように遊び学び そういう活動をするかということをやってるんですが、そういうことで、富山森の子ども園という団体を立ち上げて、森の幼稚園とか森の学校とか、そういう子どもたちの自然体験活動を、応援する活動をしています。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。続いて林原さんはいかがですか。はい、私は今は独立して、自宅を拠点にして編集者やライターやコーチングのコーチをしたりして活動しています。で、編集者やライターというのは原稿や記事ですとか雑誌や書籍を作るお仕事なんですけれども、それ以外にも地元に根ざした企業の情報発信のサポートですとか商品の企画、またお母さん向けのマーケティングのサポートですとか、そういったことを行ったり、またワーキングマザーとしては家庭と仕事の両立を目指す人のために、コーチングセッションを行ったり、またはワーキングマザーを支援するような活動や、あと自宅を拠点にして働きたい方のご相談に乗ったり、そんな活動もしております。幅広いですよね。そうですね、はいはい、そして越後さんはいかがでしょうか。はい、本年度射水市 PTA 連絡協議会のスローガンとしては、人と人とをつなぎ共に学ぶ PTA、 子どもたちの健やかな成長を願ってと題して、4つの委員会を設けさせていただいて、
さまざまな活動を展開させていただいております。それこそ、会員総合のネットワークの充実であったり、そして家庭教育力の向上、そして行政や各種団体、地域との連携強化に努めさせていただいております。それらの活動を通して、子どもたちが安全で安心して通うことのできる、学校環境、教育環境の維持発展に寄与すべく、日々活動を展開させていただいております。本日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。さあ、ではここからはですね、射水市の子育て教育環境の魅力についてお話を伺ってまいります。まず林原さんにお伺いします。ハッピーママの編集長としまして、県内の子育て施策を俯瞰してこられたと思いますが、そんな林原さんが感じる射水市の子育て環境の魅力とはどんなところでしょうか。本当に射水市いいよねっていう話はいろんな人から聞きます。で、大きく分けると3つあるかなと思って、そのことを紹介したいと思うんですけれども、まず1つはやはり交通の便ですとか、あとは施設が充実しているという点です。で、例えば大島絵本館ですとか、あと、匠の里や海王丸パーク、あと太鼓山ランドに、子ども未来館といったような県外からも評判の高い施設に気軽に行くことができるっていうのは射水市の人たちいいよねっていうのをすごくよく聞きます。で、それ以外にもそういう場所だけじゃなくって、子育て支援センター、ここもそうですけれども、子育て支援センターが充実しているとか、あとスタッフの方が親切だ、親身になって聞いてくださるっていうのも実はよく聞いていて、で、ある団体の方からは、射水市のママが市外に来て、射水市だと子育て相談の場所って全然困りませんよみたいなことを話してらっしゃったっていうのも聞いたことがあるっていうふうに伺いました。で、そういった施設の部分がまず一つで、それから施策の部分でいうと、先ほどもおっしゃったように、中学校3年生までの医療費助成がいち早く行われたということで、射水市がやってくれたおかげで自分たちの市も考えてくれるようになったんだっていうような、そんなふうな評判を言われることもあります。で、あと個人的には、平成28年度から始まった射水っ子音楽活動推進事業がとても注目実はしていてこれは吹奏楽部ですとか、そういったところ の楽器購入費とか専門家派遣の費用をに充てるということで、例えばふるさと納税などもそこに使われているというふうに聞いているんですけれども、この子育て世代の負担のこの部分に対する負担の大きさというのは私も個人的に聞いていたので、そういった子育て世代の声とか市外に出た方の声がうまく取り入れられているなというのも実感として感じています。で、あと3つ目の特徴なんですけれども、射水市というその市の持っている多様な環境と、でその環境から生まれる選択肢の多さっていうのが射水市外からは評判あるなというふうに思います。で、多様な環境というのは、例えば自然環境一つとっても海があったり山があったり里があったりっていうのもありますし、それから長い歴史があって遺跡の上にパークゴルフ場があるみたいなところもありますし、あとそうかと思うと、新港大橋のような新しい施設も建造物もありますし、そういうバラエティに富んだ場所がある。それから外国人の方も多かったり、 ALT の先生方の活動が充実しているっていうのも聞いています。で、あとすいません、多くなってる、長くなってるんですけど、あと不登校対策っていうのもあって、射水市にいると気づかないんですけれども、射水市だと相談室登校がある。で、相談室の方も今 ICT を利用して、遠隔から授業を見ることができるような取り組みも始まっています。専門学校があったり県立大学があったりと、学びの幅が射水市にいながらとても広くあるっていうのが、市外のお母さん方からは射水市いいよねっていうふうに魅力として映っているところかなと思います。射水市の子育て施策、学習環境が市外の方からもこんなに評価されているんですね。そうですね、非常に心強く感じましたことがありますね。続いてはもう藤井さんにお伺いしたいんですが、藤井さんは幼児教育の専門家でありまして、5人のお子さんを育てる母親でもあります。はい現代の子どもたちを見ていて感じることっていうのはありますか？そうですね、
文科省が生きる力っていうことをね、こう強く打ち出しても久しいんですけれども、その、生きる力っていうのをつけるために、じゃあ具体的にどうするって言ったら、やっぱり直接体験、生活経験だったり、自然体験だったり、そういう直接体験が必要なんですけど、その部分の体験が絶対的に今不足してきてると思うんですね、子どもたちで。それは自然豊かな富山射水市でも都会の子どもたちと何ら変わらなくて、やっぱり今はもうすごく不足してきているんですね。で、子どもたちだけじゃなくって、実は今もう子どもたち の, 親御さん世代も、そもそもがその虫取りなんかやったことないわとか、テントで寝たことないわとか、そういう、世代になってきているので、やっぱりそこを何とかしなくちゃいけないっていうことで、実はですね今年昨年度、射水市さんと富山福祉短大と共同事業ということで、この里山散歩っていうのをさせていただいたんですけれども、一般募集で親子に来てもらって、一緒に里山の中で虫取りしたり、そう葉っぱでこうなんかクラフトしたりとか、そういう遊びをしたり、あと射水市立の金山保育園さんに、昨年度は通年で、金山保育園のお散歩に、短大の方が入ってですね、それでいつものお散歩をもう少しこんな楽しいこともできるんだよっていう提案をさせていただいたんですが、おかげさまで、この里山散歩の方は毎回キャンセル待ちが出るぐらいの、はい、大成功だったんですが、そういうことでこう、せっかく素敵な海もあって山もあってっていう射水市なので、今回は里山散歩でしたけれども、海散歩とか、ね、海や山にすごくコンパクトで行きやすいので、アクセスしやすいので、もっともっとそういう豊かな自然を使って子どもたちとこれから遊べるように、私もこう仕掛けをしていきたいなと思っています。実際にはこの射水市で、その自然環境を生かしてできる遊びっていうのは、例えばどんなものがありますか？例えばですか今回里山散歩でやったのは、焚き火で、はい、やっぱり生の火っていうのはすごく楽しいですよね。でこれは、一緒に来られた保護者の方々がもう子ども以上に喜んでおられたんですけれども、で、この時は焚き火でみんなマシュマロを炙って、食べたり、それから秋の里山散歩の時はちょうどハロウィンの季節だったので、かぼちゃでパンプキンスープを作って楽しみました。なかなかこう家族だけではできない経験ですよね、やっぱり。そうですね、ただ自然があるからっていうだけで、その自然の中に出かけて遊びなさいって言っても難しいですよね。なのでちょっとした仕掛けを提案することで、あ、こんな風に遊べば楽しいんだ、次はじゃあ家族で行ってみようっていう、その最初の一歩が踏み出せるきっかけってやっぱり必要なのかなって思いますね。続いて越後さんにお伺いいたします。家庭、学校、地域がうまく連携しているなと感じることや、 PTA の今の一押しの取り組みなど聞かせてください。はい、PTA としての一押しの事業としては、まず挨拶運動が挙げられるかなと思っております。数年、5年ほど前までは各校、小中学校それぞれバラバラに挨拶運動をそれぞれの範囲で、行っておりましたところを、毎月1日と15日一斉でするようにさせていただいております。そういった中で、子どもたち本人の自発性を引き出す効果であったり、声を出すことによって前向きになったりといった効果があると思いますし、もちろん防犯の対策、効果もあると思います。また保護者同士および教職員の方々との連携確認の場にもなるというふうにも感じさせていただいております。またこちらにございますが、富山県教育委員会が出されております
親ばなびプログラムというものがございまして、これを要するに射水市シピーレンの方としても教育懇談会といった場であったり、また各校で行われる子育て井戸端会議という場で活用させていただいております。さまざまな子どもたちのケースバイケース、いろんな問題があったときに親同士で話し合って、そして心配事や悩みを発言し合って、そしてそれを発表してといった、そういった場を設けさせていただいております。みんなで子どもを育てていこうっていう環境が整ってますよね。そうですね、本当に地域の方々熱心に、そしてたくさんの方が運営になる地域ではないかというふうに感じさせております。はい、先日、たまたま、地元の高専の校長先生が運動会に来られた際に、東京の方で、教えてらっしゃった先生なんですけども、こうやって地域の方がたくさんお見えになってオープンの場でされている運動会、本当に素晴らしいとおっしゃっておられました。東京の方ではクローズなんですね。はい、そういった意味においても本当に子育てする環境としては素晴らしいものがあるというふうに感じさせていただいています。市長3人の方からお話を伺いましたけれども、はい、射水市の子育て施策、教育施策の強みって改めて何でしょうか。市としての取り組みとしましては、冒頭にも紹介ありましたけれども、やはり子育てするなら射水、学ぶなら射水というスローガンを掲げながら、子育て支援、また教育環境の充実に非常に力を入れてきたところがございます。中学校3年生までの医療費の無料化であったり、第3子以降の保育料の無料化、これを県内他の自治体に先駆けて取り組みながら、こういった子育て世帯の経済的負担の軽減というものに、これまでは取り組みを進めてきたというところがあります。今これからということを考えたときに、そういったサービスの量というか、そういう部分を広げていくというよりは、もっと質も高めていこうということで、子育てにいろんな不安や悩みを感じられるケースがあると思いますけれども、これを喜びや楽しみに変えてもらおうという今取り組みを進めています。でその代表的なのがまさにここの旧の大門庁舎を改修して昨年の4月にオープンしましたけれども、子ども子育て総合拠点センターのキズポート射水であります。保健センターであったり子育て支援センターで行われていたいろんな業務をこう集約をしながらですね、妊娠、出産、子育て、さまざまなステージで、いろんな悩みや相談があると思うんですけれども、そうした部分をですね、こう切れ目なくきめ細かな支援が行えるようになったというところであります。本当にオープン以来ですね、大変たくさんの方に利用いただいていて、半年で2万人を超える方にご利用いただいているということです。あと学びの部分についてはですね、はい、確かな学力の定着につなげようということで、学習サポーターの方を小中学校にしっかり配置をさせていただいたり、あと教員の OB の方や大学生の方に協力をいただいて、土曜日に学び応援塾っていうのをやってるんです。補充学習なんですけれども、こういった取り組みをしながら子どもたちの確かな学力の定着 に向けた取り組みもさせていただいて、あと昨年実施していただいたもので、初めての取り組みなんですけれども、射水ホースきらめき塾っていうのをやりました。これは射水市出身の方、もしくはゆかりのある方で、首都圏で活躍しておられる経済人の方、また事業を起こされた方、そういったいろんな方に実際地元の中学生がそこに行ってですね、お話を聞いたり、職場体験をしたり、そういった中で本当にこの子どもたち自身が、生徒のみんなが将来を考えるときに、いろんなその自分の視野を広げてもらおうという取り組みで始めたんですけれども、実際その体験してきた生徒たちの報告を聞かせていただいたときには、やっぱりこう言ってよかったと、自分の将来をこんなふうに考えてたけど、あといろんなものがあるんだなというのが分かったという、そういった報告も聞かせていただきました。こういった子どもたちの無限の可能性といいますかね、そういったものをしっかり伸ばしていけるような、広げていけるようなですね、そういう取り組みもまたさせていただいているという、こういった取り組みを、させていただいているところです。ではここからは
皆さんの子育てエピソードについてお話を伺っていこうと思います。まずは林原さんなんですが、10年前には富山に U ターンして3人のお子さんを育てながら林原商店を起業されました。この仕事と子育ての両立についてのエピソードを教えてもらえますか。はい、私は今一番上が16歳、それ高校1年生ですね。で、真ん中は中学校2年生で、3番目が小学校5年生という3人の女の子を育てているんですけれども、上の2人を出産したのは県外でした。で、11年ぐらい前にですね、こちらに U ターンしてきて、で3人目の、子供を出産したんですけれども、この戻ってきたっていう選択は今から思っても本当に良かったなっていうふうに思っています。でっていうのが、長女を出産した時は横浜に住んでいたんですけれども、当時は待機児童数日本一って言ってた時期の横浜だったんです。で、各家族でしたので、アパートの一室の密室育児 で非常にハードな育児生活を送ってました。でその時も仕事は先ほどのスポーツクラブに働いていたんですけれども、例えば雨が降った時、風が吹いた時、台風の時、もうそれで仕事休めるわけありませんので、ベビーカーにカバーをかけて、自分はカッパを着て20分かけて私立の保育園に置いて、でそれからズブズブになりながら出勤するっていうの、もうそれが当たり前の生活だったんですよ。で転勤転勤ってずっとこう子どもたちがふるさとを持たないような生活になるのかなっていうのがちょっと自分の中では気になっていて、で自分が射水市が好きだったということもあって、帰りたい帰りたいってずっと思っていたんです。でそんな時に3人目の子どもの妊娠が分かり、ちょうどその時に夫がちょっと体の体調を崩して休職したこともあって、でそれを機にもうふるさとに戻りたいってもう帰ろうよっていうことになったんですけど、もうそれで戻ってきてからなんですけれども、私の親元に3世代同居をする3世代で同居することになりました。もう今までとは全然違う生活になって、両親は子育て手伝ってくれますし、まあ住居環境とかそれも良くなりました。自動車の維持費も安いし、食べ物は安くて美味しいし、あ、なんてやっぱりいいとこなんだろう。で先ほど申し上げたような血のりみたいなものもありますし、それから幼馴染とか昔からの友達と子供の預け合いをしたりするような、そういう助け合う育児みたいなこともやれましたので、本当にそれでお仕事ずっと続けてこれたなっていうふうな気持ちがあります。やはりその仕事と育児を両立するには助け合いが必要ですよね。はい、もうそれはもう、もうすごく感じています。続いて藤井さんなんですけれども、はい、藤井さん5人のお子さんをお持ちでいらっしゃいます、はい、仕事と、育児を両立させるコツっていうのは何でしょうか。はい、うちは女の子2人と男の子3人の5人なんですね。で子供が5人っていうと皆さん大抵わあすごいねって言って、なんかさも私が頑張り屋さんなような、でもそれは実は大きな勘違いで頑張ってるのは実は夫っていうか、はい、で私がその子供をね5人たくさん欲しいなって思えたのは、子供と一緒にいることとか子供を子育てすることがこんなに楽しいって、楽しんでられるその余裕っていうかリラックスできるっていうのは主人が相当家事育児をしているっていうことは皆さんもうご想像つくと思うんですが、そうなんですよ。なので例えばですね、子供がちっちゃい時は大方の男性はみんなそうなんですけど、主人ももうたくさん仕事があっても一旦途中でやめて家に帰ってきてお風呂に入れたりご飯食べさせたり、そして本を読みながら寝かしつけまでして、で自分も眠いんですけどそこからズグズグズっと起き上がってまた主人は職場へ戻ってっていう、
そんな感じで、すごく、もう手伝うっていう次元の話じゃなくて、きっと五分五分ぐらいの、感じだったと、今もそうなんですけど、はい、そんな感じですね。私自身1歳の子供が今いまして、仕事の方も去年の9月末に復帰したんですね。産休中、育児休暇中は、自分一人でも何度かこう子供の世話とかはできたんですけれども、やはり仕事に復帰すると主人の助けがないと、やはりなかなか難しいなっていうのはつくつく感じてます。そうですよねということで、ご主人の、はい、ご主人のこの育児参加という話になりましたけれども、越後さんは高校2年生と中学3年生のお父さんでいらっしゃいますけれども、どのようにお子さんと関わっていらっしゃいますか？そうですね、まず子供が生まれてきてくれたおかげで、親にならせていただくことができたということで、子供の成長とともに親として、大変楽しませていただいておるなというふうに、感じております。子供が子供でいる時間というのは大変限られた時間でありまして、それこそ親として何か子供にしてあげられるのは、本当に今しかない、今でしょという言葉もありますけども本当に今しかないんだなという思いで、関わってきたように感じております。長男今高校2年生ですけども、小学校4年生の時に、友達の誘いでスポーツ少年団の野球ですね、の方に入りたいということで、そういったスポーツ少年団に関わると親としてはなかなか大変だという話は聞いておりました。やるんだったらちゃんと6年生卒業するまではしっかりやるんだぞということで言いました。で、それこそやっぱり送り迎えですとか、いろんな本当に小学校の大会って土日祝日ほとんど何かあるんですね。本当に大変だなというふうにも感じました。一番最初の練習試合だったが、大会の時にボールが飛んできて、要するに取れなくてエラーして、そしてそれが原因で、負けるといったことがありました。それから毎日時間のある時は毎朝早く起きてキャッチボールであるとかトスバッティングを、できる限りするようにさせていただきました。大変でしたけども、それが大変ではなくて楽しい、そしてもうその先には癒されるなというふうな、そしてまたもう感動もさせていただいたし、本当にいい経験になったと思っております。また長女の方もですね、今中学校3年生ですが、小さい時から踊りのバレエ教室の方に通わせていただいとって、続けるって大変なんですけども、バレエについてはそれこそうちの妻が献身的な関わりを見せておりまして、去年の夏休みですか、チェコのプラハ、そしてモナコの方にも公演に行ったりと、そこまで続けておって、本当にこれも楽しみであるし、親としても学ばせていただいているなというふうに感じさせていただいております。以上です。やはりもう子どもの成長が何よりものこの喜びというか、親としてのご褒美ですよね。そうですね。越後さんのこのエピソードを聞いている最中に、市長もちょっと苦笑いする場面もありましたけれども市長自身は小学5年生と2年生のお子さんいらっしゃいます、はい、子育てにどんなふうに関わっていらっしゃいますか？そうですね、本当にこう皆さんのお話を聞きながら、なかなかちょっとこう十分関われているのかなというのを自分なりに振り返りつつ思っていましたけれども、そうですね、そういったこう限られた時間の中でやはりこう子どもたちと触れ合ったり、こう変われたりという時には基本的には一生懸命積極的にというか、そういうふうにするようにはしているつもりではあります、ただ振り返ってみますとですね、やっぱり自分もこう子どもが小さい頃はまだまだ親としても未熟で、例えば
こう、どう言いましょう、教えたことをなかなかできないわけですよ。こうそうするとこう教えたのにどうしてっていうふうにその時は思ってましたけど、そんなの子供だからできるわけないんですよね。そういうできないことを言うんじゃなくて、あの いいところを褒めてあげた方がよっぽど楽しいなというのにこう、まあ、気づくというか、そう思ってからはだいぶ気が楽になりましたけどね。で最近はもう子供も小学校に上がって、まあ、男2人なんで本当にしょっちゅう喧嘩してるみたいですけど、あの、まあ、できるだけ遅く帰ってきてもですね、あの時間割を見るようにしてます。あのこう見ながら忘れ物ないのかなとかですね、いろいろ見てるんですけど、逆にでもそれってたまに忘れ物があった時にそのままにしといた方がいいのかなとかですね、やっぱりこうあんまり関わりすぎるとこういろんなところが抜けちゃうんじゃないかっていう、そういう心配もあったりもして、あの、まあ、と言いながらもやっぱり自分も関わりたいので時間割ぐらいは見てるみたいな、そういう今状況ですね。子供に育ててもらうっていうような感じで、市長が言われたようにできないところじゃなくていいところを見て褒めてあげる、そんな育児をまだ心がけていこうかなと思いました。ありがとうございます。ということでまたお話は変わりまして、あのここからは、子育てや学びがもっと楽しくなる町射水を実現するために必要な取り組みを皆様にお伺いしていこうと思います。子育てをしながら生き生きと働く姿からはこう大きなバイタリティを感じますけれども、林村さん、女性がこう輝いて働くために必要なことっていうのは何でしょうか。女性がじゃあ輝いて働くっていうのはどういうことなのかなというふうに思うんですけれども、実はあの一昨年私あのデンマークにあの女性が輝く秘訣はみたいなことをテーマにしてあの視察旅行の取材にあの同行させていただいたことはあるんです。その時の取材の体験と、あと私自身がその16年間ワーキングマザーとしてお仕事をしてきたっていうところで感じていることがあります。で大きく3つあるんですけれども、1つはこれはもうデンマークでもみんな口を揃えて言ったことなんですけど、あの価値観が合うパートナーを見つけることっていうのをすごく言われました。藤井先生の話聞いてまさにと思ったんですけれども、あの価値観がもう女性はですね、あの家事に育児に、仕事に地域活動にと、まあ、介護も加わってですね、もう結構いっぱいいっぱい頑張っているわけなんですよ。でなので女性もっと輝けと言われてもですね、あの女性の側に輝け輝けというのはちょっとこれ以上大変なことをちょっと言うのは酷でして、あのそれよりもですね、あのパートナーとか家族とかいろんな方にもっとあの応援してもらえるようなそういう環境をですね、精神的にもあの、もう家事の分担とか仕事の分担ということの意味でも応援してもらう必要があるのではないかというふうに思います。なので、まあ、価値観が合うパートナーというのはもうとっても大事な要素じゃないかなというふうに考えます。でそのためなんですけれども、2つ目がですね、あのデンマークっていろんな施策もそ、まあ、ありますけれども、それ以上にすごく皆さんおっしゃってたのが、あの男性が家に帰るんですよ、早く早い時間に。これが大きな違いでした。もう日本と何が一番違うかというと、多分デンマーク以外の、ね、国でもそうだと思うんですけど、男性が帰ってくるのが早いんですよね。でそうなるとどういうことかというと、例えば家事の分担もできますし、先ほどおっしゃってたようなお仕事の後にあの子育て関係、家事関係して、それからまたどっかに行くっていうこともできますし、それからあの対話というか、あの家族での話し合いとかご夫婦での話し合いとか、そういう対話ができるんですよね。でそれによって、あなんか頑張ってる私こうねぎらってもらえたとか理解してもらえたっていう風にあの女性の方が感じる、だから元気に頑張れるっていうことがすごくあると思います。で、3つ目なんですけれども、あのこれはちょっとあの市長がいらっしゃるので特になんですけど、やっぱりここに住んでれば安心っていう感覚が大事じゃないかなと思います。であの住んでる町とか働いてる職場とか、あの今快適だし、これからずっとここに住んでても安心と思えれば、やっぱり頑張る気も起きますし、あのそれでお母さん方女性が笑顔で働けるっていう環境は、例えば障害のある方だったりお年寄りであったり、あの
体力的にちょっとあまり強くないような方とか、いろんな方が働きやすい、過ごしやすい場所だと思うんです。でそういう場所にはやっぱりいろんな方が住みたいって集まってくると思いますし、 U ターンとか I ターンとかそういう方にも誘いやすいですんで、人が集まる街になるんじゃないかなっていうふうに思います。そうなんです。やはり今こう子育て支援また学びっていうところで非常に力を入れてきたところがありますけれども、これからについてはそれだけではなくて、やっぱりこのこう住んでて例えば年を重ねても安心して暮らせる、あるいはこう障害があってもいろんな方々のサポートが得られるという、そういったこう安心感であったり、こう災害とかそういう防犯についても安心できる環境であったりというのも非常に大事だというふうに思っています。そういった中で女性の方もこういろいろこう働く場所といいますか、活躍できる場所というか、そういうところも含めて市としての総合力を高めていくことが大事なんじゃないかなというのは非常に感じていまして、そうなんです。そういうなんか激励をいただいたまた頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。続いて藤井さんなんですが、はい、幼児教育の専門家として、まあ、子育てをする上で大切なこと、そして射水市に期待することっていうのは何でしょうか。そうですね、自分自身がその、ね、5人 の, 子育てをしているっていうこともあるんですけど、今、少子化対策とか子育て支援とか、ね、すごく言われるんですけれども、じゃあ私はなんで5人子どもを少子化の時代にあって5人子どもを産み育ててるんだろうって思った時に、保育園の保育時間、預かり時間が長くなったからでもないし、子ども手当がもらえるからもう一人産もうかって違いますよね。でやっぱり私自身が子どもと一緒に過ごすことが楽しい、子どもが大好きで、子どもっていいなって思うから、何人も何人も欲しいなって思えたんですね。だからそう思えば子育て支援って言って、そのなんていうんですか、お母さん方が楽ちんできるようにってそういうことに力入れちゃうと、そのなんていうんですか、子どもを育てる楽しさはじゃあいつどこで知るんだろうっていうのが私素朴な疑問としてあるんですね。なので、そういう支援も必要なんだけれども、そうじゃない側でその、子どもと一緒に活動すること、子どもと一緒に過ごすとこんなに楽しいんだっていう時間をどんどん持てるように、射水市さんも、ね、サポートしていただけたらいい、嬉しいなって思います。で、それとさっきも言いましたけど、お母さんたちが子育て楽しいなって思えるのはやっぱりリラックスしてちょっと余裕がないと楽しいなんて思ってられないですよね。なのでそういう意味でも、お父さんたちも射水市長も早く家に帰って家族で楽しい時間を少しでも増やしていけるといいかなと思います。市長が頭をかいてらっしゃいます。どのように感じられましたか。そうですね、はい、でも本当にそうなんです。やっぱりこう子育てや学びがもっと楽しくなる街っていうのを実は今水市の新しいスローガンに掲げていこうというふうにしていまして、やはりこう子育てをしながら子どもの成長を見ながらまた一緒にこう過ごしながらいろんなこう楽しい場面であったりこう幸せを感じる場面であったり、そういったものはこう本当にあるわけで、そのためにもこうそういう心に余裕を持ってもらえるようなそういう環境づくりであったり、また逆にその家庭の中でのそういうものを実現してもらうためにも、まあ、今言われたように、ね、やっぱこう働き方改革とかいろいろ言われてますけど、自らも実践しないといけないなと、はい、そういった思いも、はい、感じさせていただきました。
そして越後さん、人口減少の克服を目指した地方創生の取り組みでは、まちづくりというのとともに人づくりというのが重要なテーマになっていますよね。その越後さん、未来世代を担う子どもたちに期待すること、そして射水市に期待することっていうのは何でしょうか。射水市の人口減少の克服には、この射水市が住む上においても生活する上においても、まず選ばれる地域で魅力ある地域であることが求められているのではないかというふうに感じます。我々この生産年齢層がまず元気を出して活気を出して、そして魅力ある地域へとみんなと手をつないで、活性化に向けてやっていくことが、この人口減少を克服する鍵になるのではないかというふうに感じさせていただいております。そして、一人では大した力にならないかもしれませんが、これが一人より10人、10人より100人と多くの人々がつながって、そして共に学ぶことによって、それがもっと大きな力になるというふうに感じております。で、子どもに期待することとおっしゃいましたが、親からさまざまなことを、してもらって成長していくかもしれません。それを親に返せとは言わない、自分の子どもにしっかり返してほしいということを期待したいと思っております。以上です。市長、3人の皆様から市に期待すること、はいはい、そして必要な取り組みのお話を伺いましたけれども、今後の射水市の子育て施策、教育施策の展望を聞かせてください。はい、はい、今ほど藤井先生、また林原さん、越後さんから、いろんな市の取り組み、環境への評価もいただいたり、また期待することということで話もいただきました。本当にこう一つ一つですね、大変私自身も改めて気づかせていただいた部分もありますし、今後のそのより良い射水の町づくり、また子どもたちのより良い環境づくりに向けて生かしていきたいなというふうに改めて感じた次第です。で、今現状こう市としてどういった取り組みを今進めているのかということで言いますと、子どもの未来応援計画というものを今作ることにしています。で、これは実は今子どもの貧困が取り出されている中で、まずはやはり市としまして、実態調査、これアンケートを昨年取らせていただきましたけれども、これを取りまとめて分析もしながら、やはりこの子どもの貧困に対してはもちろんですけれども、その求められているニーズ、子育てにとって、より必要と思われる施策をしっかりこの計画に盛り込んで、子育て支援のさらなる充実を図っていこうというふうに考えています。実際ただその支援策だけではなくて、今お話もありましたけれども、やっぱりこう親も含めて地域も含めて、そういった家庭も含めてより良い環境づくりが大事というところになってきます。本当に射水でこう生活をして子育てをしてっていうのがこう楽しいと思っていただけるような町づくりをしっかり進めていきたいというふうに思っています。ただそのためにはどうしてもこう行政だけの取り組みではなくて、こう学校だけでもなくて、やっぱりこう地域、家庭、さらにはいろんな団体の方との連携というのは不可欠だと思っています。そういった本当にいろんなこうお力をいただきながら、こう連携を図りながらですね、子育てや学びがもっと楽しくなる街をこう実現をしながら、それこそその先にあるこういろんな方から選ばれる街ですね、快適安心居住都市射水っていう方針もこう掲げていますけれども、その実現にしっかり取り組んでいきたいなというふうに改めて今日は感じさせていただきました。射水市がスローガンに掲げてこれまで取り組んできた、子育てするなら射水市で、学ぶなら射水市でというその思いを確かなものにしまして、若い世代を含めて多くの人に選ばれる子を町にしていくために、市民がまた一体となって盛り上げていくようなことも必要ですね。そうですね、はい、今年1年も出
演者の皆様、そして視聴者の皆様にとって、そして射水市にとってもますます飛躍の年となるよう祈念しております。本日は皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。